はい、どうも、こんばんは、高塚将軍です。いや、もうずっと暑かったじゃないですか。でも今日なんか、まあ、昨日ぐらいかな、夕方過ぎるぐらいになってから、ちょっともう涼しくなってきたなと思って、おっ、ちょっとなんか暑さのピーク過ぎたのかなーって、油断してたら、もう別の弊害というか、蚊がいっぱい出てくるっていうね。もう、あるあるなんですけど。もうこのぐらいの夕方の時間の家出る直前の玄関で荷物を出し入れするときが蚊と格闘するみたいな。で、それを家、玄関に置いてある殺虫剤を探すのか、で、なんかいろんなタイプのやつがあるじゃないですか。あれ、そういえば蚊がいなくなる、なんか一吹きでシュッてするやつあったはずなんだけど、あれどこだろうと思って。あれないと思って。で、でっかいもう、その場に置いてあった、なんか殺虫剤っぽいやつが置いてあったから、もうシューでいいやと思って。で、シューってやったら、いろんなタイプあるじゃないですか。泡がビューって出るやつだった。泡がビューって出るやつだったっていうので、危うく機材に泡がビューってかかると危ない。危ないってやってたら、壁にビューってやってて、うわーって。やばいって一瞬なりましたというね、夏あるあるなんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。あ、ですね、まあ本当このご時世いろんなことがありましてですね、まあ本当今日も、まあ、大変なこといっぱいあったと思うんですよ。で、まあたまたまなんですけどね、まあ僕はどっちかっていうと辛辣で暗い話多いんですけど、まあやっぱり清涼剤というか、やっぱりこのいとまほろばはどうでもいい話をね、やっぱしましょうみたいなっていうのって、やっぱ多いんですけど、たまたまちょうど今日良かったんですよね。どうでもいい話のスペシャリストをお呼びしてた。良かったと。はい、それではご登場していただきましょう。宮沢樹里さんでーす。イエイ。イエイ。何ですか、どうでもいい話のスペシャリスト。スペシャリストですよ。もう右に出る者はいないぐらい。いや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 。本当にね、いろんな暗い話があるけど、うん、そんなことは、もうここの時間は忘れて、うん、明日に向かって頑張ろうっていう、ね。そう。だってもうなんか今日何話すとか言って、いつもと同じどうでもいいことっておかしいよね。そもそも今日何話そうかっていうのってあんまりしないじゃん。うん、うん。特に最近なんか。うん、もう出たとこ勝負で。いや、今回なんてさ、なんかもう、すごい、日にちがさ、うん、もうなんか短くなかった？今日の？あれ？決める日にち？なんか、そっかそっか、今日が放送日だよみたいな。そうそう、7月の前半で空いてる日あるって、もう7月の、もうだいぶ過ぎてから言ったよね。いろいろね、あるんですよね、ちょっとね。なんかさ、なるべくね、なるべく早めに抑えようとは思ってるんだけど、まあ、なんとなくでも、ジュリちゃん的に、あ、もうそろそろかなみたいなっていうのはあるじゃない、なんとなく。あ、まあ、2、3ヶ月に1回のこのね、そうそうそう、ペースがね。うん、うん、うん。で、ちょうど今、ブラジルに筒井さん行ってるくしさ、うん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 、で、昨日今日着いたみたいなって。うんうん、でも、筒井さんの、うん、帰ってきたら、うん、まあ、放送一本やりましょうみたいなっていうのも考えて、わ、うんうん、かんない。うん、でも、月末に帰ってくる予定なんだけど、うん、もしかしたら、帰ってこれないかもしれない。うん。もしかしたらね。もしかしたらね。もしかしたらね。あ、じゃあ、ブラジルと繋げば？いや、無理だよ。無、いや、大変なんだって。そんな簡単にできないし、うん、何より、筒井さんだよ。確かに。やったことあるね。自宅の中でさ、うん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 、自宅で、それぞれ自宅にいるっていう状態で、向こうの通訳の人とつないで、それを YouTube で流すみたいなっていうのを過去にやったんですよ。もうまず、筒井さんの自宅の状態から何とかするっていうのがもう大変なんで。Wi-Fi の環境をね。もう、なんかね、いろいろ iPad を使うだとかなんだとか、これをこうやってみたいな、家族の人もなんか一緒にやってくれる。うん、で、なんか繋がったと思ったら音声がなんかずれるとか、なんか繋がんないとかなんだろうみたいな。やってたなっていう、そんな。そっか。じゃあブラジルじゃ全然無理だね。まあ、無理ではないんだけどね。不可能じゃないんだけども。すごいね、ブラジル。うん。行ったなんて。すごい。ね、
だから、2年ぶりぐらいなんじゃない、うん、その、うん、有観客で、イベントやるみたいな。うん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 、あ、早速、スーパーチャットいただきました。スーパーチャット？ありがとうございます。ミキヒロさん。ミキヒロさん。ギフト、ギフト、ギフト、スーパーチャットっていうの？スーパーチャットっていう、YouTube で言うところね。うん。スポチャ？スーパーチャット。なんかスパチャ？スパチャっていう。そうそうそう、スパチャ、スパチャってね、なんか、言ってるんですよ。そう。ナイスパ。ナイスパ。ナイスパ、ナイスパらしいですよ、なんか、ね。そんなこんなで。はい。最近さ、最近ジュリちゃん、もうさ、うん、もう、この暑さとさ、そう。もうなんか、暑いよね。で、もう気がついたら、7月じゃん。うんうんうん、どうすか？どう過ごしてるか。どうすか、クーラー使ってる？クーラーは、エアコン。使ってる。あれなんか前使わないとか言わなかった？俺はほんとね、前は使わない派だったんだけど、うんうんうん、もう毎年、家の中で熱中症になるっていうのをね、うん、3回ぐらい体験したらもうダメ。やってる。そうなんだ。もう具合が悪くなってるの気がつかないね。うん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 、具合が悪くなってて、うん、もうなんか、もう昔の人あるあるっていうかさ、うん、もう暑いところでうちわとか扇風機つけながら、あーみたいなっていう風な感じで、もうやっぱり、もう実家もそんな感じだったから、うん、もうね、親父もじいちゃんもそんな感じの人だから、うん、まあね、汗だくになりながらみたいなっていうのって割と好きだったんだけど、うん、もう今ダメだね、それやっちゃ。ダメだよ。やばいよね。もうみんなに迷惑かけるよ。ね、迷惑かかるよね。もう、なんだろうね。もうキャリアだよ。うん、毎年熱中症になるキャリア。あれダメなんだってね。熱中症ね。なっちゃ。何回もなっちゃダメってこと？何回もなっちゃダメらしいよ。なんか、脳に影響が出るんだって。ゆで卵って、一回ゆで卵になっちゃったら戻らないじゃん。うん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 、それと同じ原理だって。じゃあさ、タバコの灰が黒くなってるのと一緒？あ、そうそう、それに近いのかな？よくわかんないけど。うん、そうなんだ。そう。ゼロにはなんないってことだ、じゃあ。だねえ、なんか、蜂刺された人がさ、なんか2回目刺されたら死んじゃうとか言うじゃん。ああ、なんかあるね。同じ感じだね、きっと。なのかね。へえ。でも、今は、まあもちろん、クーラーもなんだけど、うん、やっぱ扇風機だなと。うん。扇風機をちゃんと、いいのにしようと思ってて、うん、今一生懸命探してる。探してんの？探してる。でも、だいたい目星ついたの。どういうやつ、どういうやつ。目星ついて、DC モーターっつうのがあって、うん、今最新のね、うん、静音、静かなモーターっていうので、うん、DC モーター搭載扇風機っつうのがあって、うん、それが静からしいんだよね。羽？羽なのか、その羽を回すモーターが DC モーターっていう静かなやつなんだって。うん、なんかさ、ほら、扇風機の典型的な扇風機な、形あるじゃん。こうモコ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 っていう。え？知らなかなんで違う。典型的なあれだよあれ。それどこの惑星の話ですか。普通の扇風機があるでしょ。そうそうそう。羽がモコモコ桜のそんなんあるの？え違う。わかんないの。わかる人いたらちょっとみんな怒りますよね。え、じゃあ普通のだからこうモコモコなんか6個ぐらいこうやって羽がついてて、それが回るじゃん、これくるくるくるって。まあ、なんか、あれ？あ、ほら、ああいう感じじゃん？換気扇。って言われてもわかんない。換気扇とね、もう昔ながらの昭和の扇風機が、ね。ああいう感じじゃん、扇風機の羽って、うん、換気扇みたいな、うん。じゃなくて、縦型の。ああわかったやつとどっちがいいのっていう話を。ああ、いろいろだよね。ダイソン的なやつのと、うん、あとはなんかタワー型みたいなって言われてるやつだよね。あれどうなんだろうね。わ、うん、かんないけどね。え、じゃあああいう扇風機を表現するのなんていうの？わかんない。わかんない。普通のこういう。なんかさ、扇風機ってさ、買い替えないじゃん。気がついたら俺さ、家で使ってる扇風機10年以上使っててさ。壊れない、ね。壊れない。うん、壊れないっていうか、もう結構ガタ来てんだよ。うん。ガタガタとか言う。そう。なんか随分ガタ来てんだけど、うん、まだいけんじゃねみたいなって。で、だいたい1、2ヶ月ぐらいじゃん、使う、うん。うん。そうするとなんか忘れて、なんかもう捨てないし、ね、捨てるのもなんかめんどくさいし、うんうんうん、でももういや、しまっちゃおうってなって、
また閉まって。で、閉まってまた来年になると、あ、そうだ、買い替えようと思ってたんだよな、みたいな。そうすると1、2ヶ月経ったら、うんうん、あ、またもう、またなんか過ぎちゃって、まあね、もう、うん、まあいいか、閉まっちゃう、うん、みたいなって。気がついたら10年、みたいな。うんうん。でも、このさ、やっぱり、このご時世で、さらにさ、あの、節電とかなんだろうとか、ね。でも私思うんだよね。扇風機をすっごい回すのとエアコンってどっちが高いんだろうと思って。さすがに扇風機じゃない？のが安いの？うん。へー。でもさ、なんかその、エアコンでもさ、うん、やっぱり最新のやつは電気代少ないみたいだけどさ、28度とかにして、うん、なんかそんなに強くしないのと扇風機を超フル回転、なんかいろいろあるみたいだよね。どっちが高いんだろう。28ですごい快適になる、うん、割と最新に寄ってるエアコンと、うん、もう古すぎて28度なんかじゃ無理だよみたいな、うん、だってなんかさ子供の頃の感覚で言うとさ、うん、なんか平気で18みたいなってやってなかった。なんかあの感覚がまだ残ってるからさ、うん、いや28ってみたいなって、うん、っていうなんかさ、うん、もうそういうわけわかんない、うん、なんかバイアスだよね、思い込みっていうの、うんうんうん、エアコンってこんなもんだろうみたいな、うん、いやでもね28はね確かに暑い時暑いよ、うん、なんかねいい時なんかねわかんないの、いい時はいいのよ28でも、うんうん、ちょっとなんかやつは休む時があるのよ。やつは休む時があるあるよね、なんかね。なんかそういう時が暑いの。なんか、28度が。うん、暑い。なんかさ、毎回思うんだけどさ、うん、あの、ドライとさ、うん、一番困るのはさ、うん、自動とかにあるんだ、うん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 、あれと、冷房っていうのとさ、うん、どっちだろうなって。わかる。何使っていいかわかんないね。これどっち、今日どっちだろうみたいな。今でも私、冷房だな。なんか具体的に何がどう自動なのみたいなって。うん、教えてくれてもいいんじゃないのかなみたいなって思ってるうちにまた夏が過ぎてみたいな。で毎年悩むっていう、うん、で扇風機、あ、氷入れるやつあるじゃないか、扇風機。あ、そうそうそう、あれは涼しい。あれね、微妙なんだよね。なんかそれこそ本当物によるとは思うんだけど、本当、うんうん、6月ぐらいのちょっともう暑くなってきた頃かなみたいな、うん、ちょっとなんか何もないと寝苦しいかなみたいなっていう時は、うんうんうん、お、涼しい風出てるんじゃんみたいなっていう感じなんだけど、もう、ある日を境に意味ない。うん、もう。なんで？水は確かに入ってて、うん、一応なんか、扇風機が裏でまあまあね、ファンが回ってて、冷たい空気出るよっていうことにはなってんだけど、もう全然わかんない。もう、生ぬるい、なんか湿った空気が出てくるだけで。湿度が上がっちゃいそうだね。そう。うん、まあ考えもんだよね。だからもうそれを結局買ってみてもあんまり大したことなかったから、これもダメだなと思って、うん、かといって、うん、エアコン丸ごと買い替えるとさ、うん、もうとんでもないじゃん、うんうん、まあ、壊れてないしね、まだ壊れてないし、エアコンはねさすがにね壊れてから買い替えるだったら何かなと思ったら、やっぱサーキュレーターかなという。サーキュレーターって、サーキュレーターって地面に設置するタイプのさ、低いやつ、そう、空気をかき回すやつ。あれ地面にやるやつなの？地面っていうか、ね、下に置くやつ、高くないやつね。へえ、そっか。高い扇風機だとさ、うん、なんかもうしまうの大変じゃん。うんうんうん、ちっこいやつでしょ、こういう。そう。で、やっぱりこれ寝室に移動するとか、なんかなんだかんだね持ち運びするなみたいな。うんうん、でいろいろ考えて、うん。今目星をつけたのは、ちょっと高いんだけど、うん、360度回転して、もう、うーんってなってて、もう、うん、上まで行くみたいな。うん、上まで向くから、うん、もう空気を全かき回ししてくれるっていうタイプ。と、すごいね。それが8000いくらぐらい。うんうん、でも、3000円ぐらいで、ちょうどいい感じのやつが、うん、まあ普通ただ回るだけなんだよ、サーキュレーター状態で。これも随分安いから、これ2つ買うかなみたいな。そこで悩んでる。はい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 。そんなに上向かせる必要あるかみたいな。あるよ。あるのかな。上向かせたいね。もうね、それで、もうすでに1ヶ月悩んでる。夏終わっちゃって。夏終わっちゃって。もうさ、やっぱりさ、うん、古いやつ引っ張り出してさ、うん、もう、まあ、それでもまあ、それなりに使えるから。うん。なんか、私扇風機そんなに好きじゃなくて。あ、そうなんだ。うん。なんかさ、あ、当たってる。
いなくなった。当たってる。わかる。いなくなった。みたいなさ、うん、なんか集中できないの、扇風機がいることによって。わかる。わかる。わかる。でも、完全反らせると、うん、当たってない感がずっと続くから。暑いじゃん、ずっと暑いじゃん。でもずっと当たってると、それそれでなんか寒いじゃん。そうだね。なんか扇風機がね、苦手っていうか、集中できない、扇風機がいると。うん。わかる。わかる。いただきました。ナイスパ。スーパーチャットいただきました。世代は違いました。最近、銀河マン全話見ました。どの話もめっちゃ面白かった。お世代はどっちに違うんだろうね。はい、ありがとう。まあ、下じゃないやっぱり。下かな。さすがに下だと思う。うんうんうん。ね、銀河マン。銀河マン。銀河マン。後から見てくれる人もいるんだね。まあ、やっぱりね、うん、今なんか特にいっぱい見れるじゃん。あの、サブスク系のやつでさ。うんうん、あ、まあ、確かに私もさ、なんかこう、YouTube 誰かのとこ行くじゃん。うん、見るもんね、上も下も。同じ感覚。うんうんうん、わかるわかる、うん。だから、関連するやつが出てくるんじゃない？なんか。ね、そういうので見るんだろうね、うん、きっと。あれ持ってる、あの、なんだっけ。うちで使ってるんだけどさ、うん、テレビにつなげる、クロームキャストとかっていうやつ、あの、ファイヤースティック TV とかで見たもん。ああのテレビで見るってことでしょ。そう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 。うん、ああいうの持ってる。持ってる。持ってるっていうか、最近知ったんだよ。あ、全然見てないから、いつも携帯で YouTube 見てた。うん。あのさ、携帯で見るっていうのはテレビで見られると全然違う。びっくりするね。びっくりした。まだ1回しか見たことない。なんでね。なんでちゃんと活用しないの。うん。テレビで YouTube を見る。ていうか、YouTube を見るっていうことを、最近始めたの。うん、この1週間。遅いなすごい遅いよ。1週間、2週間ぐらい。うん、うん、自分やってんのに。いや、ちょろっとこう見るよ。見るけど、なんか別にそんなしっかり見るとか、うん、まあそんなしっかり見ないみたいなね。うん、それを最近始めて、うん、テレビで見れるのかなーと思って、おー見れる。いつもこんなちっちゃいじゃん、画面が。そう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 、私の画面。うん、私の画面。いや、ほら、しかも大きくもしないから、あの、携帯を。うん、あ、この上の縦の、あの、横にしないでしょ。ずっと縦の人。わかる。わかる。固定してんの、もう。酔っちゃうから。うん、行くとこうなるの。うんあれなんだろうね、あの人、あの一手間ちょっと嫌だよね、うん、なんかそう酔っちゃうんだよね、あのあっち行ったりこっち行ったりする、ああ、あのここの画面が寝てる、うん、特に寝てるとわけわかんなくなっちゃうでしょ、うん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 、だからもう固定してある、うん、あの絶対横にならないです、もう意地でも縦の状態で意地でも縦ですみたいな、ちっちゃくてもいいんですああ最近のはね、うん、あのちっちゃくてもそんなに、うん、あの差し支えないですよ、うん、だからやっぱテレビにあれぶっ刺して、うん、もう見ると、うん、もう夜中とかずっと見ちゃって、見てる？そう。え、何見んの？もうね、うちにね、うん、あ、2匹カエルがいるの。ちょっとそれをね聞こうと思ったの。何あのまんじゅうみたいなまんじゅうめっちゃ顔。え、何あれ、プニュプニュしてんの？プニュプニュしてんの。あの、ツノガエルって。あ、その辺にいるカエルとちょっと違うの？その辺にいる、はい。その辺にいない。あれ、ちゃんともう外来種で。あ、ツノガエルとか。そうなんだ、うん。え、あれ捕まえたやつじゃないの？違う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 。あの、捕まえたやつはもう前にいたんだけど、うん、ちょっともういなくなってしまって。あ、死んじゃったの？そうそう、死んじゃった。あ、そうなんだ。あれ変わってんの、人。変わってるんですよ、実は。実は変わってるんですよ。あ、そうなの？で、さらに、知らなかった。ちっちゃいの、ちっちゃいのもいいの。家アメガエルっつうね。ちっちゃいの？そうそう、2匹。知らなかった。今このぐらいなんだけどさ。このぐらいとこのぐらいみたいな。あいつのね、赤ちゃんってこと？赤ちゃんっていうかね、もうちょっとでっかくなるのかな。だから2月に来たばっかりの最初赤ちゃんだったんだけど、うん、だんだんケツがでっかくなってみたいなっていう。うん、少しずつね。私なんかもう、前の子と一緒だと思ってるからさ、すんごい太っちゃった。お、種類が違うから。そうなんだ。すごい雪見大福みたいに太ったじゃん、うんうん、でこれなんかやっぱり家ガエルになっちゃったからさ、太っちゃったんだと思ったの。違うね。違う種類が違う。でもさ、その全然違うのよ、うん、性格というかもう種類がそもそも違うからさ、ガエルで性格が違うとかさ性格ももちろん違う。違うの？そう、もうでっかい方のツノガエルはずっと、うんうん、あのね、土に潜ってるぞ。へえ、土に住んでるんだ。そう、土の中にずっといて、うん、もしずっともう何もない状態だったりすると、うん、もう土の中にずっといるみたいな。うん、で餌あげるときに、うん、
まあ今なんかあのミルワーム、ウニウニする、まあ芋虫みたいなやつ。それを、もうちょっと、プリ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 やってると、もうパクッと、瞬食い。瞬間で食う。それ買ってくるの？そのなんか、ネズミじゃない何？ミミズ？ミミズっていうかね、ミルワーム。ミルワーム、うん、やだで、最初なかなか食わないから、で、コオロギをあげるとか、コオロギも買いに行くのよ。生きているコオロギ、で、S サイズとか M サイズとかってあるんだけど、最初は S サイズから、で、もう顔完全覚えられちゃって、もう今コオロギ、コオロギ買いに来る人お兄さんみたいな感じ。なんかさ、冬とかいるのコオロギ？冬もね、なんか一応ね、まあ、そのお店とかペットショップで、まあ、たまたま売ってるんだよね。いろんなところで売ってるってわけじゃないけど、爬虫類専門で扱ってるっていうところが、たまたま近所にあったから、お、いいよと思って。そのカエルはどうしたの？そのカエルは、通販で買った。通販で買えるの？買える？通販で買った。へぇー。で、最近ちょっと割とやっぱりもう、なんか、あれなんじゃない？ブームっていうか。え、カエルブームなの？カエルブームだと思うよ。そうでしょ？うん。だってもう。かわいいの？かわいいももちろんそうなんだけど、普通の、なんつうんだろうね、難易度っつうの、それが低めな。割と簡単に書いちゃう。コツさえちゃんとつかめばって。で、もう長いと15年ぐらい生きる。生きるの？うん。いや、カエルを飼おうという、すごいね。たまたまだよね。うん。だから、ちょっと気になるなと思ってたんだけど、家の前でまず捕まえて。うん、もうさ、もう子供の頃の習慣だよね。あ、ギフトいただきました。ありがとうございます。片役の天使さん。ジュリさん、今日も、涙顔です。涙顔？ジュリさんはオフの時は動画、いや、プーちゃんとかで遊んでるんですか？テロリンさん、ありがとうございます。今日もジュリちゃん可愛い。ありがとうございます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 。俺が言って。ジュリちゃん可愛い。ありがとうございます。俺ずっと俺カエル可愛いの話をしてる。カエル可愛い。ありがとうございます。今日は皆さんジュリちゃんに来てください。カエルの話。いや、カエルびっくりしたよ。いや、これがね、かわいいの？一生かわいくはならなそうだな。いいよねっていうね。うん、いや、もう、さらにどんどん愛着も湧いてくるから。え、オタマジャクシからは飼ってないの？オタマジャクシだよね。言えてないんだけど。オタマジャクシではない。あれ？何？もうできてるっていうか、飼えるになってる。できてる。できてる。だから、あれだよね、上陸。上陸って、オタマジャクシからカエルになると上陸っていう、うんうん、そうなの？上陸してからっていう感じ、うん、上陸してからお飼いになられて、そうだね。だからまあ、なんかオタマジャクシからみたいなっていうのもあるんだけど、うんうん、ちょっとわかんないから。名前は？名前はツノガエルの方はツノ、うん、で、なんだろう、イエアメガエルの方はスケ、うん、なんでスケなの？家じゃないの？違う。スケ。なんでスケなの？なんか知らないけど、スケになったでしょ。なんだったっけかな？今、鎌倉の話やってるじゃん。大河ドラマで。スケ殿、スケ殿って言ってる。からスケなの？多分それから。男の子？ちょっとね、まだわかんない。わかんないんだ。なんかね、これ、あんま鳴かないから、うん、あ、これ、メスなのかなって思ってたら、うん、たまーにね、うん、つまむとね、クエって言うの。かわいい。すっごい前に、クエって言うから、あ、泣いたと。女の子だと、泣かない。泣かないんだ。うん、オスだと、メスを呼び寄せるために、クエクエクエって鳴く。そういうことなの、あれ。うん、泣いてるの。そうそう、田んぼとかで。だから、カエルの鳴き真似うまい人が鳴くと、帰ってくる。へえ、そうなんだ。いや、カエルについてそんなに話したことないよ。まあ、そうだよね。うん。
だから、あんまりね、別に喋ってもしょうがないかなと思って、もう一回、カエルに興味がない人に対してね、喋ってもしょうがないかなと思って、あんまりしないで。発見した。そう。すんごい太ったと思ったら、そう違う。でも面白いっしょ、結構。いや、なんかすごいなって、なんか見てるだけだったら、うん、あの、ほら、Facebook とかでさ、うんうん、見てるだけだったら、あ、可愛いなって思うんだよね。でも、なんだろう、何より匂いとかそういうのもないし、うん、なんかすごい、な、まあ、なんて言うんだろうね。いろいろとお世話するのに、うん、毎日何かをしなきゃいけないっていうようなものでない。お水変えたりは？お水も一応変えるんだけど、うん、なんか、湯飲みみたいな、うん、おちょこに水を張って、うん、ただ毎日、それを変えるだけだから、うんうんうん。泳いだりしないの？泳いだりはたまにする。泳いだりっていうかね、もう、こうお風呂みたいな、こうやって入る。へぇー。朝気がつくとこうやって入る。そうなんだ、うん、意外と可愛いね。そうなの。だから動きがゆっくりなんだね。そう、ゆっくりゆっくりだし、うん、でなんだ、まあ、基本的にねあんまり動かないね。あ、そう、うん、で家アメガエルとかになると、うん、もう基本的に木の上とかになんか生息してるから、うん、だいたいもう張り付いてるだけ。張り付いてるだけか、ツノガエルは土の中で埋もってるだけみたいな。よく買おうと思ったよね。面白いよ。でもうその飼い方を調べるために YouTube でずーっとカエルの動画を見てる。そんなこんなんですよ。そういう使い方か YouTube。 いやなんか YouTube 初心者だからさ、うん、なんか面白い YouTube を教えてもらい、うんうん、おうと思ったら、ね、あ、そうなんだ、ね、誰のが面白いよとか、と思ったらカエルの動画。じゃあちょっとその後に YouTube の話に、うん、移行して、うん、で、まあここで、YouTube の放送はここまでということで、うんうん、まあこの後は会員限定に移って、うん、じっくりと90分お話をしたいと思いますので、うん、はい、どこでもいい山森の話を、はい、まだあれでしょ、今日のジュリちゃんのネタの話まだ全然聞いてないから、そっちのね、ジュリちゃんメインのネタの話を、ね、はい、この後でゆっくり聞きたいと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、それでは、YouTube ここまでということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ニコ生です。